司会官とは、司会士の資格を有する陸、海、空自衛隊の幹部自衛官のこと。陸上自衛隊には約150名、海上自衛隊には約50名、航空自衛隊には約40名の司会官が所属している。自衛隊の医官は大半が防衛医科大学校の卒業生であるが、同校は司会官の要請は行っておらず、 司会官はすべて一般大学の私学部出身者の中から試験により各自衛隊がそれぞれ採用する。歯科幹部候補生として採用される場合と即戦力としての歯科幹部採用がある。歯科幹部候補生は新卒者採用だけでなく30歳未満であれば基礎者も対象となり、歯科幹部採用は認定医、専門医保有者との条件がつく場合が多い。 歯下幹部候補生に採用されると、総長の階級を指定される。幹部候補生学校の卒業時に2位に任官するが、免許取得後4年経過している場合は、卒業時に1位に任官する。なお、歯下幹部採用の遺憾、死会遺は免許取得後の実務経験年数に応じて、階級が定められる。通常は、幹部候補生学校卒業時に2位となり、 以後2差まではほぼ例外なく承認する。また1歳以上の階級への承認は狭き門である。陸上自衛隊の場合、司会官の総員は約150名であるが、司会官の7割以上は二佐で占められている。また、陸爆衛生部には、海爆と空爆にあるしか衛生官という行政的な配置が存在しない。総合職の配置として、 病院副院長を司会官が兼ねる場合もある。司会官で召喚のポストは自衛隊中央病院第一歯科部長一つのみである。海空には召喚のポストはないが海上自衛隊では横須賀病院歯科診療部長を最後に退官した際に特別承認で海消法に承認したものが平成18年25年28年に存在する。基本的には医官と同等に 高級に加えて約20から40万円の初任給調整手当が支給される。これは勤務地により金額が異なり、壁地の方が金額が高くなる。なお、免許取得後15年目よりこの手当の金額は低減されるが、本邦の昇給が一般の自衛官に比べて早いため、金額が減少することは基本的にない。ボーナスは、 他の国家公務員と同様に年2回に分けて、報給の約4.2ヶ月分支給される。また、住居手当や通勤手当の支給もある。地下幹部候補生として採用されると、他の幹部候補生と同じく、陸海空の幹部候補生学校で6週間の幹部自衛官としての基本教育が行われる。陸、空では MD 区隊、海ではイカシカ分隊と称する。 科幹部採用の場合、陸、空では直接部隊配置となる場合もあるが、海上自衛隊では必ず幹部候補生学校に入校する。科医官初任実務研修は2年間で、管理型の科医師臨床研修施設として、陸は自衛隊中央病院の科、高校外科、海は自衛隊横須賀病院科診療部、空は岐阜病院科診療部が、厚生労働省に認可されている。 2年間の臨床研修のうち、防衛医科大学校病院の歯科高校外科と麻酔科にて、各3ヶ月の研修が行われる。また、在日米軍の医療機関研修が実施されている。歯科医官初任実務研修が終了すると、日本各地の部隊に配置されるが、海上自衛隊の歯科医官は、初任実務研修後に続けて、米海軍横須賀病院において2ヶ月間の研修を、 行っている。司会館は、専門分野の研修を目的として、週1日の通りを収むが認められている。通習先は、原則的に大学や国公立医療機関に限定されるため、特別な理由がない限り、公的な医療機関以外への通りを収むは認められない。医科病院の歯科高校外科で、高校外科を選択するものや歯科大学病院において、 希望する専門分野を学ぶことになる。また、全国転勤のため、地盤のない地域だと、通り収む先を見つけるにも困難な場合もあるが、継続的に研修を受け入れる通り収む先も存在し、通り収むの実施率は高い。部隊配属後の自衛隊全般の教育は、陸では衛生学校のボック、奥、フォーク、それに、陸上自衛隊幹部学校、 CGS などの選択肢があることは、遺憾と全く変わりはない。海上自衛隊では自衛隊横須賀病院教育部の幹部医科手科課程や、海上自衛隊幹部学校の幹部特別課程等に入校する機会がある。また、海上の潜水医学実験隊の潜水医官要請課程と、航空の航空医学実験隊の航空医官要請課程は、 司会官として入校することもできるが、司会官は潜水医官、航空医官として認められない。初任実務研修が終了して部隊に配属されると、原則として週に1日の通りおさむが認められる。この通り、おさむ制度を利用しながら、社会人大学院に通い、博士の学位を取得する者もいる。その他の教育としては選抜となるが、 二から四年間の部外大学研修を利用し、認定医や専門医取得を目指すことができる。また、医官と同じく防衛医科大学校研究科は、基礎医学と歯科高校外科、麻酔科に限り、司会官でも受験ができる。2006年には、病理学講座、2008年には麻酔科、高校外科へ、司会官が研究科に入学した。その他、 国外留学できる制度や、海上自衛隊では在日米海軍病院における数ヶ月間の研修機会がある。自衛隊病院または、医務室での歯科診療と健康管理が主な仕事となる。また、階級が上がるに従い、衛生隊長等の指揮官配置や、各爆僚幹部における行政配置も経験する。診療は、保健診療の範囲内において、 主に自衛隊員やその家族に対して診療を行い、一部の自衛隊病院では民間人も受診することができる。費用は自衛官については全額国費で賄われ、個人負担はない。自衛隊では保険診療が主体となるが、自衛隊病院では一部の保険外診療が患者の自己負担により実施できる制度がある。すべての保険外診療が 自衛隊内で実施できないことは課題とされるが、隊員の職務に支障をきたすような歯科的症状への治療は保健診療の範囲であり、またそもそもすべての隊員が自衛隊内で治療を受けているわけではなく、診療内容によって民間に紹介する等の診療連携がなされている。自衛隊に司会官が必要な理由は、派遣行動中に隊員が 歯科疾患を発症した場合の対処により、円滑な部隊運用を可能とすることであるが、その一方で、派遣前の兵祖からの健康管理によって、派遣行動中の発症を予防することも、科医官にとって等しく重要な職務である。隊員は1年間に1度必ず検診を受けるほか、派遣前には臨時の検診を受け、歯科疾患があれば適切な対処を講じている。 ABCDEFGH 自衛隊における鹿陸、海、空で活躍する司会官たち01自衛隊における鹿とはその役割、特徴、働き方マイナス。破壊展望台127巻第3号、いはやく出版、東京都文京区、2016年3月、561から568ページ、一瞬0011から8 7 0に。ありがとうございます。